皆さん、こんばんは。海外メーカーとの交渉をしたスリスト、林和夢と申します。本日はですね、海外のイノベーティブな商品の方をですね、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味のある方は、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、それですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日皆さんにご紹介するのはですね、インディゴゴの商品になりまして、ロムロッツということでして、ポータブルロッツモビリティフィットネスデバイスとありますけども、ジムの重いポールですね、ポータブルなものということで、なかなか今ね、コロナの関係でジムに行けなかったりとか、あとはね、普段の仕事で忙しくて、なかなかジムに足を運べない人たちが、まあ、サクッとできるトレーニング器具というところで、まあ、時間がない人たちにとってもですね、この商品はいいのかなというふうに思っています。ちょっとね、一緒に見てみたいと思います。まあ、こんな感じでね、くるくる回して棒にすることができて、まあ、あとはね、こういう感じでいろんなトレーニングに利用できるという商品なんで、非常にシンプルですね。まあ、本当にこのポールさえあれば、いろんな体の全身運動、筋トレができるというところで、いいところですね。ジムでトレーニングされる、ね、この女性の方と男性の方が自分たちのニーズに合わせて、まあ、作った商品のようです。もう時間が、ね、あまりない、うん、まあ、効率よくこうトレーニングをするために、まあ、こういった商品が欲しかったというふうに言っているわけですね。Together while I'm on a visit. So when we spent 15 minutes before our workout looking for this PVC pipe, we just were talking. One, we were aggravated, and two, we were talking like, why isn't there something better? Why isn't there something that we could just bring with us?まあね、こういうポールあるんですけどもね、そもそもこの長い棒をね、外に持っていけないので、ポータブルで持っていけて、どこでもトレーニングができるっていうのがね、結構重要だと思います。こういうふうにですね、まあ、持っていくとどこでもトレーニングができる。まあ、ゴルフとかでもね、ウォームアップとかに使えるとかね、まあ、このようにですね、くるくる回して使えるので、まあ、どこでもトレーニングができると。この人はもっとプロのベースボールプレイヤーだというふうに言ってますから、まあ、この棒さえあればね、もう完全にね、16インチぐらいの大きさになりますし、まあ、どこでも持ち歩いてトレーニングとかできると。マグネットなので、かなりこうくっついて、できるみたいですね。でもうこのように中にワイヤーで止まっていますので、コロコロ落ちたりとかはしないと。で、まあ、これが1289年900万円ぐらいのサポートが今されている感じですね。うん、はい、ということでですね、今ですね、日本でも健康管理というのは、ね、非常に大きな業界になっていますので、まあ、こういった商品もですね、面白いんじゃないかなというふうに思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツは良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.